はい、こんにちは。どうも、すいません先生、私たちのつなぎなんて悲しいこと言わないでください。申し訳ない気分になります。ね、先ほどの方がトイレして、私どもさるの追い出しってことでお願いします。あ、すいません。ですね、まあ、競馬で例えるんでしたら、第12レースの、さら、未勝利とかそんな感じです。単なる整理運動ですかね。あ、そんな感じです。はい、じゃあ行きますか。マジテストから簡単に言いますね。マジテスト軽くいきます。はい、安倍さん、安倍さん、日本を売るのよね、そうよ、ヨネクラに成果されて、はい、ポンポン。はい、じゃあ行きましょうか。はい、せーの、パパ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 外資よりの裁判で賠償金をせしめる TPP、 過剰なネット規制で表現の自由を奪う TPP、 著作権締め付け強化で文化を衰退させる TPP、 一度決めたら戻ることのできない TPP、 本当は日本の下を奪うのが目的の TPP、 俺たちはハゲタカの外資だ。狙う獲物は日本の経済そのものだ。俺たちは日本人の生活を追い詰める。俺たちは世界中に収まる多国籍企業を援護する。俺たちは企業の掟のもとに役立つ泥棒なのだ。 TPP じゃんじゃん。はい、はい、外しましたね。はい、すいません、ごめんなさい。外しましたね。はい、見事外しましたね。じゃあ行きましょう。やっぱあれかな、手伝いが作ったのに。ってかダメだね。いきなり話してきてそこで作ったらまずかったと。はい、行きましょう。反省。はい、やっぱね、ネタはね、ネタはじっくり組んできます、はい、すいません、はい、じゃあじっくり組んできた方やりましょう。はい、せーの、パラッ、あ、じゃあ本当に2分からいきます。あ、どうぞ、はい、まさん、せーの、パラパパパパパラパパパパパパさん、ピー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 パパパパ、論破されても詐欺、攻撃されても詐欺、売り飛ばしたい国が好き、批判にもパッパ耐えてきた、経産省に開く売国道、日本から外資へ、国民から企業へ、差し出す資産は国のない売国、駆け巡る売国、密室に詐欺しまっておくのこの内容、明日には批准しろと多国籍企業が呼んでいる、日本から外資へ、他国から企業へ、交わす協定国のない売国、駆け巡る売国、 TPP 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 TPP、 日本から外資へ、国民から企業へ、経団連は悔いのない売国、駆け巡る売国、ピー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 詐欺
以上です。ごめんなさい。まだだよ。ああまだだよ。あれまだだよ。じゃあいいよ。あとで15分あります。マジか。違うよ。つなぎで確か作ってきたと思うから。あれやります。え、大井原発やりましたっけ。大井原発は やりましたね。あ、じゃあちょっととりあえず。いやでもあの何、前のやつでもいいですよ。前のネタでも。いやいいよ、死ねたここで鳴らしてやるから。そう、こっちだ。じゃあちょっとすいません、一人で買うと。じゃあつなぎで、はい、お茶さん、ずんどこぶしいきましょうか。おっ、はい、ずんどこぶし ISD 編、 ISD 条項編です。お願いいたします。 ISD 条項もこいつはとにかくやばい。はい、質問です。 ISD って何ですか。はい、ISD とはですね、まあこれ日本語で直します 投資家と国家紛争間の解決。あ、それも TPP と関連があるでしょうか。はい、これが TPP の中に入っているという。あら、まあ、解決するんだったらいいんじゃないですか。いや、ところがですね、これがですね、その裁判というのがですね、はい、実はの日本国内でやるんじゃないんですよ。え、 TPP 国際条約で、はい、裁判は日本じゃない？はい、これがアメリカなんですね。え、日本って裁判権どうなったの？日本はちゃんとまず日本の裁判というのは日本の国内の裁判所でやるんですけれども、 ISD 条項に関する解決に関しましてはこれアメリカのある機関でやるわけなんですね。あ、それって TPP、 ISD 条項、はい、TPP に関しては日本の裁判所関係ないんですか。はい、関係ありません。 ISD 条項の、に基づく結局その調停機関の、裁定に関しましては日本の司法権は及びません。あ、そこら辺ちょっともうプラカードしてたんですけど、これって何て読めます。世界銀行東京事務所前抗議活動、あ、 TPP スカム。東京事務所なんてあるんですか、ここら辺に。世界銀行あるんですよ。あるんですか。うん、どこに。ちょっとその曲がり角の富国生命ビルに。あの富国生命ビルって言ったら、あの毎週月曜定例会の皆さんがあの、はい、関西電力9階でしたっけ。あ、そうですね、9階の関西電力に毎週月曜日抗議しでやってる場所ですよね。はい、毎週月曜日関西で関西電力さんがあそこに9階お邪魔してます、富国生命ビル。あ、はいはい、10階にですね、はい、名前がかっこいいんですよ。英語で言うとワールドバンク。じゃあワールドバンク。あ、すみません、もう一度リピート。ワールドバンク。 OK OK。 じゃあワールドバンク。ワールドバンク。 Why ワールドバンク。ワールドバンク。なんで TPP とワールドバンク関係あるんですかね。はい、ですね、TPP のその ISD 条項のその、によるその調停機関とか、これ世界銀行の中にあるんですよね。おお、そうですね、知ってますね。はい、まあ、それは難しいんでやめときますか。はい、でですね、過去にですね、いろんな各国がこの ISD 条項に基づいて理不尽な裁定を受け多額の賠償金をせしめられるってことが起こってるんですね。すいません、質問なんですけど、はい、TPP の中に ISD 条項とかありますと、はい、で ISD 条項のいわゆる TPP の判定機関はアメリカさんにあると。アメリカ国内にある機関ですね。はい、そうですね、はい、それがワールドバンクだと。はい、でその賠償金が問題になると。そうですね。ちなみにそれは100円とか200円で済めるんですか。100円200円で済んだら多分この世の中は平和だと思います。ちなみに丸がいくつつきます。ああ、やめましょう、それ。でですね、各国でですね、いろいろと、まあ、その条項でやるその判決っていうのがありまして、はい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 、とりあえずちょっと簡単なところでちょっと歌にしてみました。なるほど、はい、つまりTPP に違反すると賠償金を払うと。はい、そうです。 ISD 条項に基づく可能裁判によって日本もこんなになっちゃうかもしんねえぜっていう実例をもとにした歌です。まあ堅苦しい話はやめまして歌いきましょう。まあとりあえず聞いてください。よろしくお願いします。はい、ずんどこぶしいきますね。はい、ずんどっこずんどっこずんどっこずんどこどくどちょうこおあいですぎ国と投資家喧嘩して投資家有利の裁判で国は多額
つの賠償金はいずんどっこ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  ISD の裁判は国の司法は無関係賠償金を払いなさい嫌なら法律変えなさいはいずんどっこ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 はいそれじゃあこれからですねどんなことがあったか言ってみましょうかねお願いします、はい、ずんどっこ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 ゴミをそこに埋めたいの環境のためにさせませんあ、ね、それなら ISD で裁判だ国は支払え15億はい15億ずんどっこはいそうですこれメキシコだったかんですあの埋め立て地の問題でですねそのメキシコの法制限かけたところですね企業が ISD で訴えたところ国にあのメキシコは15億円払えってのが出ましたね15億ですねはいじゃあ次いただきましょうはいじゃあ次行きましょうはいずんずどっこずんどっこずんずどっこずんどっこ水の管理ができてない契約解除だ企業さん会場が不服で ISD154 億の賠償金ずんずどっこずんどっここれですねアルゼンチンの都市でですねあの多国籍企業が水道水の水道の管理をするってことになりましたところが全然管理してない悪性の毒性バクテリアも出るような始末ですでこれで市は解除しましたこの契約をこれに関しまして企業がですねあの水の企業が ISD で訴えたところアルゼンチンはこの件に154億円払えっていう命令が出たんですよつまり水の管理をしているのは外資系企業さんで、はい、その衛生管理がちゃんとしてないので契約を、はい、解除したと契約を解除したら逆に国が訴えられたりするそう損害が出た解除さお前たちが解除したからこっちは儲け損ねたと当然その裁判の管轄権はアメリカにあるということですまあアメリカにある組織ですねなるほど、はい、アメリカイズナンバーワンですねそうですね、ちなみにお金以外にも脅しをかけることができあの脅しをかけることができますおじゃあ次は言ってみましょうねはいズンズドッコズンドッコズンズドッコズンドッコタバコの箱の表示規制これに不服な企業さん ISD で裁判と脅して撤回させましたズンズドッコズンドッコズンズドッコズンドッコこれあのカナダでですね、フィリップ・モリスがタバコの会社のカナダではですねタバコにそのなんとかマイルドでつけるのを禁止しようとしたんですよ、はいはい、そうしたらですねこ の, あの企業さんがですねあのそんなあのマイルドとつけさせるのは何事だだったらお前 ISD でお前訴えるぞっていうふうに言っちゃったら、はいはい、カナダ内部萎縮しちゃってマイルドの表示認めちゃったんですねあということはですね賠償金150億ぐらい払うのを嫌だから法律変えたということですねそうですだからあのさっきも言った通りですねあの賠償金を払えたら嫌なら法律変えなさいってことなんですね嫌なら法律あ日本タバコ未成年ダメなんですけどこれもしかして ISD 条項の対象になりますかね場合によっては未成年にタバコ吸わした場合未成年相手のその市場開拓した場合可能性ありですねそういうことやっていいんですねそれが ISD ですだってそもそも水道水管理して悪性のバクテリア出してで解除させられたらこの野郎って訴えてそれが認められるっていうのは裁判ですよこれということは TPP というのは日本の法律倫理を全く無視する企業の論理が押し通すということですか、はい、そうです企業の論理が正義です国内法はクソくらえ国内法はクソくらえ企業の論理を押し通せそうこれが TPP の中身だよ。はい、ズンズドコズンドコはズンズドコズンドコ。まあこんな感じですかね。すみません、調子があの私の知ってる調子と違うんですけど。多分ね、ズン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 ドコズンズン。これドリフなんですよ。はい。でドリフなんで、もしかしたら著作権引っかかる可能性があるんで。なるほど。ちなみにあのこれ元々のまあ結構海軍コーターってやつでズンズドコズンドコズンズドコズンドコって汽車の窓から。手を握り送ってくれた人よりもホームの陰で泣いていた可愛いあの子が忘れようかはいズンズドコズンドコズンズドコズンドコこれ元ネタなんですあお兄さん知ってますよ、はい、なんか西部の鉄道なんかやめろとかいう話出てませんあそうなんですかなんかね西部のなんか株主さん外資が入ってるらしいあなんか見たいですね外資のあれってもしかして TPP 入るとどうなんですかガシャン西武鉄道さようならあ TPP でてっちゃんも行かれるてっちゃんもやられちゃうじゃないですかねてっちゃんだということはてっちゃんは TPP に
反対しないといけないんです、ね、しなくちゃいけませんね。あの日本の鉄道がガタガタにされるかもしれませんし、そもそも何西武鉄道をなくしたら西武球場どうやって行くんだよ。え、そういう問題があるんですか。いやだって西武線で行くんでしょ、あの西武ドームは。マジそうなんですか。あ、そうらしいですね。じゃあ西武変わるんじゃない、あの今確か埼玉西武ライオンズ、埼玉西武ライオンズですね。今度東京西武ライオンズじゃない、東京来んの、来んじゃない、池袋西武から。球場どうする、池袋の上に作れる、池袋に作るんですか、うん、どこらに作ります池袋、池袋の上、池袋の上、上上って、ああ大体上あたりね、うん、いや何、板橋区とか北方に作りますか。そうそうそう。ということは TPP というのは電車も関係あるんですね。関係ありますね。結局あのインフラを結局企業っていうか外資が握るって可能性ありますから、電車、あと水道、ガス、電気、ここら、まあ電気はまあ、私電気 TPP 入ってほしいですね。ああ、そうで、あの発送電分離、はい、うん、ただまあ外資がやりすぎて結局太り電気料金値上げされるのは勘弁な。ああ、そうですね。ちょっと歌いきますか。はい、何いきます、これ。大井原発言いましたっけ。大井原発やります。大井原発って聞きました皆さん。どうだ、これこれ植木等の大井原発。あ、これいきましょう。あ、これ今日貸し方持ってきてね。これでいきましょう。せーの、チャラチャチャラチャチャラチャ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 、大井原発は日本のためなの、わわわわわ、お願い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 、動かしてってこと言われて、その気になっておいを調べりゃあり地獄、紛争近くにあるじゃない、電力不足は嘘口で、地震に強いわけじゃなし、津波が来たなら、はい、はい、それまでよ、ふざけやってふざけやってふざけやって、これをパッ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 、静岡にあるのは浜岡だけなの、絶対安全原発ってなこと言われて、その気になって止めてみたらぶっ壊れた、パや灰色と言っても置くだけで、砂を固めた堤防で、砂地に作った原発で、津波に強いわけじゃなし、富士山行かって、はい、それまでよ、ふざけやってふざけやってふざけやって、これを泣けてくる。なんとかね。なんかよかった。落ち着いてよかった。あ、もし全然あったね。あった、大丈夫だね。一応あったことあった。あった。拡散付けだ、拡散付け、あのね、あのボイスオーケストラと振りをちょっと多めにそこが大事だなと思ってね、今ね、それいいのですね、よろしくお願いします。また期待しますんでもうあとね、あ、そういえばなんかね、あ、明日なんかね、高円寺で TPP のなんからしいですよ。高円寺で、あのラブトボ関係の人たちがなんかですよ。あ、ストリートなんとかです、ね、ストリートなんとか、あの、わかりました、まあ、まあ情報としてさっき聞いたのであなんかすいません、もう一個歌っていいですか。もう一個いいですよ。わかりました、はい、じゃあ、じゃあ、こんくらい聞きます。せーの、さよなら、さよなら、日本の国から、さよなら、さよなら、アメリカン人へ、TPP なんていらないよ。さよなら、さよなら、追放しよう。ありがとうございました。ハローだ。
まあそんなわけです。かかずつつけさんでした。第30回アフターサービス霞が関の中心で愛を叫ぶ、もう今日はこれで終了で、あとですね、次回がこれ第1第3木曜日やってます。4月の18日やります。もうぜひぜひいろいろ来てください。前回はねちょうどねバンドとかも出た感じで、だんだん暖かくなってきたんで、ここで見るのも楽になってきましたね。飲みながらでもビールでも飲みながらみんなに来てくださいそんなわけで、この後は喋りましますんで、なんかあります、箱に入った赤い液体があります。おいますそんなわけでどうもありがとうございました。ありがとうございました。古かったね、やっぱり。